ありがとうございます。オフィスビットブレイク足立明です。ですね、6時5分スペシャルということで、全然6時5分じゃないんですけど、ですね、この福島の牛肉の問題ですね、ちょっとそれについて、なんかもうね、政府もマスコミもお前らアホやろっていうようなことしか言ってないので、ちょっとですね、そのあたりの話をしたいなと思って喋ります。で、福島の牛肉を流通させようということで、政府が今、出荷停止とか言ってやってますけども、あれ何の意味があるのか私にはさっぱり分かりません。それをする理由が全然見られない、見つけられないんですね。まずですね、その、牛肉、今回の出てきた牛肉とかあんなのにしても、全然その放射線量としてはそれのどこが問題なのっていうぐらいの量でしかないんですね。で、なんかいろんな学者の先生がいろんなことを言ってるんであれなんですけども、そのなんか今出てたやつ、問題になってたやつなんか、本当その毎日日にち食うかっちゅう話の量で、そもそもそういうね、安全基準っていうのは一定期間に一定以上を摂取しなければいいんですね。それを超えたら、要するに何ていうんですかね、この辺がすごく難しくて、前の放射能の時なんかにも何度かこう説明したと思うんですけど、時間と強さをこうかけないと、掛け算したその面積みたいな感じですね、が問題なのであって、少ない量だったら別に100年浴びてたってどうってことないわけですよ。ね、そこら辺がですね、説明が曖昧になってて、例えば今回のやつだって、そんな莫大な牛肉をね、食いまくってる人はいないと思うんですよ。ね、そもそも安全基準ってね、これちょっと細かく話しますけども、非常に不思議なもので、というか当たり前なんですけども、いろんなその浄化作用っていうのがあるので、人間の体に関してもその浄化作用っていうのがあるんですよね。だからその浄化できる量よりも少なければ入ってきたって別に問題ないんですよ、人間の体で浄化できる。そもそも全ての生物にしろ環境にしろ何でもそうなんですけど、浄化する作用っていうのがあるんですね。で、これは結局その生きていくためにはそういうことがないとですね、やっていけないわけですよ。その毒物が入ってくるとか、体に害のあるものが入ってくるっていうのは、それはもうどうしたって避けることができないわけですよね。で、例えばその太陽の光なんかに入ってるその紫外線とかも、あれもその浴びるとやっぱりね、紫外線ってその細胞のレベルでいうと、その遺伝子とかをに作用して、やっぱりあれも皮膚がんの原因になったりとかするわけですよ、浴びすぎると。で、だから危険だから、その火に当たると日焼けするというかですね、メラニン色素ができて、そこでこう紫外線を吸収させてしまって中に入らないようにしてるんですね。そうやって人間の体っていろんなことに対応できる、人間の体に限らずなんですけど、ありとあらゆる生物、植物とかでもそうなんですよ。そういうものをこう何ですかね、どういう環境の中でもこう生きていけるようにいろいろとこう工夫してるんですね。体の中で食べ物の中にその病原菌とかいろんなも入ってても、それを体の外に出してしまう、中に取り入れないで、例えば小腸とかで吸収しないで外に排出してしまえば別に問題はないわけですよ、その入ってきたところで。で、皮膚の表面にだっていろんなものがくっついても、その赤と一緒にね、角質がこう削れ落ちることによって、どんどん下から新しい皮膚を作って表のその角質を剥がしていくから、そういうものがくっついてても中に入るよりも先に外にも落としてしまうんですね。そうやって人間の体ってこう中にいろんなものが入らないように工夫がされてる。これはだからこそね、今までずっと生物っていうのはずっとこう生き続けてきたわけなんです。これはもう放射能とかそういうのにも同じで、
そういう危険があるものをどんどん題してしまうっていう作用があるからこそ、その基準値より下であれば別に何も問題はないわけですね。それを超えるといろいろと大変なことになるわけですよ。だからこの辺またね話どんどんそれますけども、食べ物の賞味期限とかももっと変な話で、あれって別に食べられないわけじゃなくて美味しくなくなる時期なんで、賞味期限超えてようがそんなもん別にどうってことないわけですよ。でいろんな法律でね、意味のわからない法律を作っちゃったから、そのつけないといけないっていうことになってるから、なんとなくこうつけてるんであって、例えばアイスクリームかなにも賞味期限って今確かついてたような気がするんですけど、あんなもん冷凍食品なんで、アイスなんか冷凍したら別に何年でも別に全然問題ないんですよ。でもそれをなんかいろいろ理由つけてですね、賞味期限とかそれまでに食べなきゃいけないみたいなイメージを作ったりとか、缶詰でもその錆びなければ5年とかでも持つんですけどね、それでもそういうなんか賞味期限みたいなものを作ってたりとかするわけですよね。だからそのあたりもその妙なその法律によって、情報によって人間ってこう操作されてるんで、そのあたりをですねしっかりこう理解しとかないといけない。でだから安全基準というのは一定期間一定量以上、要は人間が排泄できる処理できる分を超えなければ別に全然問題ないわけですね。で、それを考えればですね、今回のその牛肉なんかにしたって、毎日毎食福島さんの牛肉ばっかり食うやつはいないっすよ、はっきり言って。朝昼晩牛肉っていうそんなやついない、しかも福島さんの牛肉ばっかり、まあいないでしょうね。それぐらい1日何やったっけな、 200g だかなんだかを毎日1年間食ってもまだ安全って言われてるんで、そんなね食うやつはいないで、心配なら牛肉を食わなきゃいいだけの話であって、流通させたって私は何ら問題ないと思ってるんですよ。そんなもう何をこうね必要以上にビビってるのかよくわからない。それその基準値を超えたからどうのこうの、その基準値超えてたのはどっちかというと、その牛じゃなくて藁の方ですね。藁の基準値をすごい高くて、でそれを食った牛が汚染されてると。でしかもですね、別に牛が死んでるわけじゃないです。血吐いてバタバタ倒れてるとかね、だったらとても危険な状態です。それは本当に危ないです、そうなってたら。その牛がどんどんそのなんか原因不明のね、病気みたいになってバタバタ倒れてるとかっていうんだったらすごく危険な状態ですけども、まあそんな状態になってたらまあその周辺の人間も持たないんで、そんなどころじゃなくなってるんですけど、全然それと違うんで、このあたりがですねおかしな話なんですよね。でだから こんなことはありえないし、でその一定期間に一定量以上取らなければ大丈夫っていうことで考えればですね、薄めりゃいいんですね、はっきり言って。だから心配だったら本当にその福島さんの牛肉とですね、他の牛肉と混ぜてバラ肉で混ぜこぜしてバラ肉にしてしまうと、カレーにぶち込んだら別にね、そんなのビビたる量ですよ。そんなものになったらもうほとんど測定できるかどうかわからないぐらいにこう下がってしまうんですよね。でミンチとかにしてハンバーグにしてしまえば、そんなもの何の影響もないレベルに落ちちゃうんですよ。だからいきなり流通を止めるっていうんではなくて、そのそういう加工肉としてごちゃ混ぜにして他のんと混ぜこぜにして売ってしまえばいいんちゃうのと、私はそう思ってるんですよね。これに関しては本当にね、そうしてしまっても何ら問題ないはずなんですよ。その毎日ね食べるようなお米とかね、水とか、そっちになるとちょっとねやっぱ考えなきゃいけないでしょうけども、それはもう毎日、摂取するものになってくるし、でそのまあそれ量にもよりますよ、そこも。でそういうものは問題になりますけれども、ちょっとしっかり考えないと、混ぜるっつったって難しいので、水とか、まあ、お米はまだね混ぜれてもブレンドにするとまた美味しくなかったりするんで、あれですけど、牛肉なんでね、本当にそのバラ肉にしてごちゃ混ぜにしたり、あとミンチなんかにすりゃ本当にもう分かんないですよね。別にそんなもんどこ産であるが、それこそ心配ならね、今日本のやつだったら心配だったら輸入肉と混ぜて
ミンチにしてしまえば分かんないわけですよ。分かんないというか、もうその濃度がめちゃくちゃ薄まるわけですよ。それ別に何ら問題ないわけですから、そういう流通のさせ方をすればいいんですね。それをなんていうの、そのまま福島産の肉で流通させるんじゃなくて、加工品にしてハンバーグだとかそういうものにして、流通させてしまうとか、ミンチにする、あるいはバラ肉で全部他のやつと、例えば9対1で、輸入肉9で福島産の1とかでも別にいいんですけど、そういう風にして混ぜればですね、さらに10分の1になるわけですよ、放射能の量なんて。そんなのもうビビたるもんなんで、そうやって、流通させてしまえば別に出荷停止にする必要性なんてどこにもないし、それこそ農家をねしっかり守らないといけないわけで、でそのね、食べ物、牛の食べ物が問題だっていうんだったら、それをこう切り替えていけばいいわけであって、それができればもうその後問題ないんだから、それまでの間例えばそういう出荷の仕方をするとかですね、なんか考えればいいんちゃうかなと。いきなり出荷停止にして、ずっとやれ保証の問題だなんだのかんだので、また今生きてる牛はどうすればいいのと、でこれ全部処分すると、廃棄処分とか言っても何をしてんのか意味がわからない、うん、牛自体が別に病気になってるわけでもないし、それの牛肉を食ったところでどうなると、まあ牛丸ごと一頭食ったら知らんけど、そんなやつはいないし、もう そういうね、なんかね、よくわからないことに、政府が対応してる。で、またマスコミがそれに火つけるようにですね、煽るような報道ばっかりして、その、全国の何県にわたってどれだけ流通してるとか、何百頭の牛がどうだらこうだらと。いや、だからどうだろうって、なんの問題もないよ、それって。ね、その牛一頭丸ごと食べる人がいるんだったら知らんけども、そんな人いないので、それとか毎日日にち福島産の牛肉ばっかり1キロ食ってますみたいな、そんな人いないですから、何を心配してんのかがさっぱりわからない。とにかくやたら放射能があるかないかっていうことだけあるから問題、それだけでしかこう議論をしてないのがもうめちゃくちゃ大問題ですよね。だから福島産の牛肉が流通しても何の問題もないと私なんか思ってるので、そこがねおかしいんですね。でまあこれさっき言った放射能でも有害物質でも薄めれば本当基準クリアするんですよ。別に薄めればいいんですよね。で、これはですね、まあ私もともと化学とかやってた人間なんで、これはですね愕然とする事実なんですが、例えば環境の基準とかがあって、本当に非常に細かく決められてて、いろんな薬品とか捨てれないんですね、簡単に。その下水に流しゃいいとかいうようなレベルじゃないんですよ。その化学の実験とかで使うようないろんな薬品とかあるんですけども、それもやっぱりね、そのままじゃ絶対捨てれない。環境基準クリアしない。そんなものをその辺に捨てたら、もう本当に警察沙汰の大問題になります。だからですね、どうするのかっていうと、基準値をクリアして、それ基準値以下だったら例えば燃やしてもいいというようなことになってるわけですね。その基準値より低ければいいわけです。薄まればいい。じゃあどうするのかっていうと、灯油とかですね、ガソリンとか、まあ灯油が多いんですけど、灯油とかをドバドバドバっと入れて、灯油に入れてですね、薄めるんですよ。例えば測定して環境基準値の5倍だったら、5倍以下、5分の1に薄まるように、それだけ大量に、例えば1リットルね、溶液があって、それが環境の捨てれる基準の5倍だったと。そうするとあと4リッター灯油を入れるんですね。でまあもう念のためにそういうのはもう10リッターぐらいドバドバ入れるわけです。そうすると、10倍で希釈されますから、元のやつが5倍だったのが今度は10分の1になるんで、ややこしいですけども、なんぼやとにかく基準より下がるんですね。でそうするとですね、燃やしても構わなくなるんですよ。基準値クリアしてるから。絶対量は変わらないです。絶対量は一緒です。でも基準値をクリアしてるのは事実なんです。でそうやって廃棄することができるようになるんですね。で、そういうのと同じで、この放射能
の問題でも薄めれば何とでもなる。だから薄めれるもの、さっき言ったような牛肉なんて薄めてしまえばいいわけですね。で、牛乳とかでも、まあ牛乳はね、あの生成食品なんで、どういうふうにできるかちょっと私はわからないですけど、例えば、その問題のある牛乳でも他のところの牛乳をと本当にあの10対1とかで混ぜてしまえば別にもうクリアしてしまうというようなものであれば、そうやって流通させる方法だってあるわけですよ、混ぜれるもんであれば。ね、鶏の卵とかにしても、あの卵って液卵といって、あのもう殻割って卵 の液体の状態になって流通してるのあるんですね。ドラム缶の中にあの全部もう割った卵の液体、白身と黄身とごちゃ混ぜになったやつがもうドラム缶の中に入ってるんですよ。そういうものって流通してるんですね。その中に福島さんのやつをあの1割で残り9割他のこの卵を入れて、で液卵にしてやると別に放射能なんてあっという間に薄まっちゃうんで問題なくなると。だからそういうやり方ってあるんですよ、基準をクリアする。その絶対に入ってちゃダメって言うんだったら話は別なんですけども、別にそういうわけじゃないんだし、そのあたりのことをですね、うまくこう考えていかないと、この問題って本当にその何が問題なのかがもうめちゃくちゃなってるんですね。で、私は薄めるのが難しいものを早く手当てしなきゃいけないというふうに思ってる。で、牛乳なんかよりもですね、福島のその学校とか公園の土ですね、あれをなんとかしないと、そっちの方が大変でしょうって思ってるんですよ。いまだにね、その校庭で遊べないとか公園で遊べないっていう、そういう子どもたちがいっぱいいるわけですよね。で、土を薄めるっていうのはすごい大変です。簡単じゃないです。ね、校庭の土1に対して他の土9持ってきて混ぜこぜにすればいいって言ったって、そんな簡単じゃないでしょ。植木鉢に入れる土とかやったらそんなもん知れてますけど、校庭の土ね、それを他のところの土持ってきて混ぜるとか、そこのね削ってなんかしてますけども、削った後の濃いやつをどこに持ってくのとか、何にもそういうことが決まってないわけですね。そっちの方が問題で、土をなんとかしなければ本当にそのそういう除染作業というか薄めるですね、どっちかというと薄めるっていう方が正しいかと思うんですけども、全部取り除くなんて不可能なんで、そういうその薄めていく作業をですね、土に関しては早くやらないとどうにもならないと思うんですよ。で、雨がどんどん降ってきて、その染み込んでいけばいくほどですね、土の中にどんどん入り込んでいくと、表面だけでなんとかできたものをさらに深いところに入っていって、そのうち地下水に入っていくとかになってくると、もう薄めようがなくなるんですね、そっから先は。そこになる前に早く手を打たないといけないのに、なぜそこを全然騒がずにですね、民間の手、そのなんか PTA の人たちの協力のどうのこうのとかって言ってる大臣がいますけども、私からするとアホかって感じなんですけども、もう早くやんなきゃ、こんなのは本当に手遅れになる。牛肉なんかほっといてもいいんですよ、別に何にも問題にならないです。それで10年後20年後誰かがなんとかなる、ありえないです。その10年後20年後何か起きるにしても、それは10年間20年間の生活によりますとそっちの方がでかいです、今の牛肉のあの量だと、あんな放射能なんて。それよりも公園とかの方は避けようがないんですね。牛肉は別に心配だったら本当に食べなきゃいいんですよ、牛肉を。ね、別に鶏肉食ったりし、豚肉食ってもいいし、別にあれやったら外国からの輸入肉食ってりゃいいわけですよ。代替品がいくらでもある。でも、公庭って代替品がないんですよ。公園って代替品がないんですよ。ね、ここの公園ダメだから、ここの学校使えないから別の学校行ってください。そんな簡単な問題じゃないですよね。ここの校庭使えないから別の学校の校庭行ってクラブ活動やってください、そんな話じゃないです。そんな風に簡単に取り替えることができない。で、この土ダメやからじゃあ別のところの土持ってきて入れ替えましょうって言っても、そんな簡単じゃない。なぜここをですね、早いとこ手をつけないで牛肉で騒いでんのか、私はそこら辺がですね、マスコミもすごいおかしいなっていう気がします。
そんなあの微々たる量の話をどうのこうのしてて、でああいうホットスポットみたいなのが出てきたりとか、あるいはその学校の校庭とかそこら辺の問題になってるとこもすでに基準値を超えてるところとかあるのに、そこに関しては何にも騒いでない。これはですね、あのメディアの方もかなりあのなんていうんですかね、アホな人たちが多いというか、もっと言うとですね、福島県のことなんか心配してないんです。正直自分たちの食卓に上ってくる牛肉のことを心配していて、福島県の学校がどうなってようが公園がどうなってようが、そんなのは関係なかったないんですね、要はメディアの人たちにとっては。でそれの方がより全国の人たちに関連するからインパクトがあるので報道していると。なんとなくですね、そのあたりが私にはどうもなんだそれみたいな感じをしています。まあそういうふうにですね、政府とかマスコミの情報がものすごいなんか偏りが最近出てきて、ますますひどくなってるなと。で今までそのなんていうんですかね、政府のその発表だとか東電の発表だとか、あの原子力安全委員だとか、保安委員だとか、あの辺もかなりいい加減なことをやってましたけども、あのマスコミの方もかなりいい加減なことをやってるなっていうのがだんだん目立ってきてですね、どんどんその国民と政府とマスコミがそれぞれバラバラのところに、向かっちゃってるんじゃないかっていうのはすごくこう気になってます。で、本当に何が重要なのか、何をやらなきゃいけないのか、日本っていうのを再生するために本当にその今あそこの放射能をなんとか抑え込まなきゃいけないわけですよ。で広がっちゃったものをなんとかしなきゃいけない、ね、今あの台風なんかが来てますけれども、あれもねある意味あの空気の入れ替えとか、特にですね私は今回ですね、あの太平洋側をずっと通っていきますよね、あれはねものすごい大きなことだなと思ってるんです。大きなことっていうのは浄化の一つだなと勝手に思ってますあの海の水をかなりかき回してるはずなんです、あれで。要は、海洋汚染になったその汚染してるその部分をですね、偏りがあるホットスポットみたいなのが絶対できてるはずなんですけど、その辺はあれだけの台風がですね移動していく、太平洋側を移動することによって、海の水がかき回されてるわけですよね。そうするとそれによって薄まるんですよ。でさっき言ったように薄まることによって浄化できるんですね。地球のその海の浄化する力とかがありますから、それでかなりの部分に薄まっていくことによって浄化できるようになってくる。そういう意味でですね、すごいタイミングでこのでかい台風が来てるんだなというふうに思ってます。それはまあ確かにね、人災とか人災じゃない、洪水になったり崖崩れとか、ね、堤防が決壊したりいろんなことが起きてます。それも確かに大変なことです、大変なことだけど、ただ一方でその海の水をかき回していってる、あるいは風で、吹き飛ばしている部分もあります。空気を入れ替えてる部分もあります。そういうもので汚染がひどい、その海洋汚染、特に海洋汚染は全然その測定がねうまくされてないので心配なんですけども、まだ全然ねそこまで手が回ってないんですよね。正直その海の水を測定してるって言ったって、あのだだっ広いところで本当に何十箇所とかしか測定してないわけですよ。でしかも海の深いところとかどうなってるか全然わからないんですよね。そういったものを測定する術がないから何も起きてないと思ってたら、実は大きな間違いかもしれない、とんでもないことが起きてるかもしれない。で、わからないです。わからないから何もしてないのであって、今回の台風とかでそれがですね引っかき回されて、実はすごく安全な状況になってるかもしれないですね。だからなってるかもというようになってます。これは絶対そうなんですよ。引っかき回すことによってかなり薄まっていくんで、それによって問題になりそうなものがなくなっていく可能性もある。だからそういうこともあるんだろうなということは思います。まあとはいえね、一方でその本当にその崖崩れが起きたり、ね、洪水になったりとかしてますんで、必ずしも喜べることではないんですけども、ただそういうねいろんなことがゴテゴテになってしまってるっていう、その
やらなきゃいけないこととやらなくてもいいことっていうのをですねちゃんと区別して、牛肉なんかほっとねほっといてもいいと思うんですよ。でそれはもっとねどうすればいいのかっていう、その出荷停止とかいうのはね簡単ですけども、それの影響の方がでかすぎるのに、だったらそんなことよりも本当にもう流通させて、もうとにかくその直接福島さんっていうんじゃなくて、もう心配だったら本当はそのミンチにしてしまうとか、バラ肉で他のとごちゃ混ぜにしてしまうとか、そういう風にして薄めちゃえば全然問題ない。もまあそのままでも問題ないんですけど、そんな毎日だから食うやついない。でそこにこう心配してて、なぜ学校の土とか公園の土とか幼稚園の土とか、そこの除染がなぜこんなに遅れるのか、ね、それとか被災地で、これももうすごく心配されてるんですけども、あまりにも長いその避難所生活が続いてるので、そのストレスがものすごいことになってるんですね。でストレスとか、あとはそのもう4ヶ月過ぎちゃってるんで、本当に人によってはね、1、2ヶ月で戻れるって思ってたのが戻れないってどういうことなのっていうので、先が見えなくなって、本当にそのこのまま自分の人生終わっちゃうんじゃないかっていうふうに思ってる人だっているんですよ。おじいちゃんおばあちゃんとかだったら、自分の家に帰る前にここで自分は命が終わるんじゃないかとか、尽きてしまうんじゃないかとかね、そんなことをこう心配しちゃってる人たちがいる。でそうするともうすでにそのね自殺した人とか出てきてますけれども、多分ね報道されてないんですけども、現実的にはもっといろんなことが起きてるはずです。被災地でもいろんな犯罪が起きたりとかですね、避難所でもそのいろんな犯罪が起きたり、ややこしい話になってたりとか起きてるんですよ。そういったことは全然こう表には出してきてはいないでしょうけど、そんなことがもう抑えきれないようなことになる前に、そういったことはどんどん手当てしなきゃいけない。で牛肉がどうのこうのなんていうのは本当にねもう後回しで全然問題ない話。もうそのあたりがですね、なんかもう政府もマスコミも全てなんか偏ってきてると、でも本当にやらなきゃいけないことがぐちゃぐちゃになっちゃってるなという気がしていて、今回はちょっとスペシャルで話をしました。まあね、本当にそのあまり変な情報に振り回されないようにというか、自分たちでこう考えるということをやるべきじゃないかなというふうに思ってます。ということで、今回は6時5分スペシャル、福島県の牛肉を流通させようということでお伝えしました。ありがとうございます。